デビュー・ファーガソン・マッケンジーは、バハマの陸上競技選手。2000年シドニーオリンピックの女子400メートル、リレーの金メダリストである。ファーガソンは17歳の時に、コロンビアのカリで開催された、パンアメリカン選手権の200メートルで2位となり、4年後、プエルトリコのサンフアンで開催された、同大会では100メートルで優勝を果たした。また、 1996年アトランタオリンピックでは400メートルリレーの予選に出場した。決勝でチームが2位に入ったことから予選で走ったファーガソンも銀メダルを獲得した。その後、1999年にはスペインのセビリアで開催された世界選手権に出場。400メートルリレーのバハマ代表として出場し、金メダルを獲得。 翌年の2000年シドニーオリンピックでは100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルでは決勝で8位に終わったものの、セバセダ・フィンズ、チャンドラ・スター・ラップ、ポーリン・デイビスと共に出場した400メートルリレーはアメリカ、ジャマイカといった競合を抑え、見事金メダルに輝いた。2001年のカナダのエドモントンの世界選手権では200メートルで金メダルを獲得。 翌年のコモンウェルスゲームズでは100メートル、200メートル、400メートルリレーを制し、3冠を達成。2004年アテネオリンピックでは、200メートルでジャマイカのベロニカ・キャンベル、アメリカのアリソン・フェリックスに次いで銅メダルを獲得した。ありがとうございます。